ノルウェーの宗教改革では16世紀前半に、デンマーク王室であるオルデンブルク家の支配地域である、デンマーク、ノルウェー、スレースビ公国及び、ホルシュタイン公国、アイスランド、フェロー諸島、グリーンランド、ゴトランド島、スコーネ、サーレマー島において、ローマカトリックからプロテスタントに転じる、宗教改革が行われたことについて論じる。1517年に、 マルティン・ルターが95カ条の論題を提出したことにより宗教改革が始まり1520年代には宗教改革の嵐はデンマーク及びホルシュタインにまで達した。ハンス・タウセンといったルター派の支持者は当時のデンマーク国王クリスチャン2世の支持を受けたもののクリスチャン2世を追放したフレゼリク1世は貴族やカトリックの支持を受け即位したことから表面上 プロテスタントの不況を批判したが、デンマーク国内でのプロテスタントの広まりを容認した。フレゼリク一世の息子であるスレースビおよびホルシュタイン公クリスチャンは、ボルムス帝国議会にルターの講演を聞いたこともあり、1528年にルター派に改修した。白爵戦争終結後、クリスチャン三世は宗教改革を実施しデンマークはルター派の国家となった。 カトリックの聖職者は逮捕、追放されるとともに、ルターの友人であるヨハン・ブーゲンハーゲンが教会をルター派に再組織化した。1537年に成立した教会法は、デンマーク国教会、ノルウェー国教会、アイスランド国教会、フェロー諸島国教会の共通の根幹となった。また、デンマーク・ノルウェーの宗教改革が引き金となり、 クリスチャン三世の孫のクリスチャン四世が三十年戦争に新教国側として参加することになった。詳細は宗教改革を参照。ハンスタウセン1517年にマルティンルターが九十五カ条の論題を発表し、宗教改革が始まり、その動きは1520年代にはデンマークにも達した。百二十五年にはアントレボスコブの司教であるハンスタウセンは、 リボーでルター派の布教を開始した。数年後には、現在のデンマーク王国領域にあたるユラン半島、フィュン島、シェラン島といった地域にルター派の教えが広まっていった。フレゼリク一世は、即位憲章でルター派を弾圧することを制約したものの、息子クリスチャンがルター派布教を領内で容認していた。こと並びに嫁に、新京都である、ドロテアフォンザクセンラウエンブルクを迎えていたこと、 娘のドロテアオルター派のプロシアコアルブレヒトに嫁がせていたこともあり、弾圧には消極的であった。そのため、1526年、フレゼリク一世は、美貌の市民に、ハンスタウセンの庇護を命令していた。また、フレゼリク一世は、クリスチャン二世福井の動きに対抗するために、1526年、諸公会議を開催し、宗教面では、 デンマーク領内における司教などの高位聖職者の任命権者が従来のローマ教皇からルンド大司教に変更され、ローマに拠出した聖職者証人の諸費用は国防費に転換することを決定し、ローマ教皇との関係を断絶し、国家教会体制を構築した。1520年代後半になると、フレゼリク一世がルター派を弾圧することに消極的な態度を取ったことから、 市民が修道像を攻撃するようになった。デンマーク国外に追放されたクリスチャン2世はデンマークの社会的に不安定な状態を利用し自身とルター派の協議を広めるためのプロパガンダを発行した。1533年4月フレゼリク1世が亡くなったことにより6月にデンマーク王国参事会が開催され新王を選出することになった。ルター派である クリスチャン即位を支持した者は、宮廷長官のモーエンスゴイエや、丸名市長のヨーアンコックなど少数にとどまり、三次会の多数派を占める司教はルター派である。クリスチャンの即位に難色を示し、弟のハンスを擁立した。その結果、三次会は、決裂、新王即位の決定は1年後に延期されるとともに、司教は教区内で何を布教するかを決めることとなった。その上、 ハンス・タウセンは異端であるということで球断され、シェラン島から追放されたが、ロスキレの司教は1ヶ月も経たないうちに、ハンス・タウセンを呼び戻した。この国王選出決裂により、貴族と信仰階級である市民の対立は明確なものとなった。三次会を通しての貴族政治に不満を持つ、コッペンハーゲンやマルメの市民は、クリスチャン2世の福井を図ることとなった。この頃、 ハンザ同盟の復権を図ったリューベック市長のユルゲン、ブデンベーバーは、デンマーク王国参事会と交渉し、デンマークとの同盟を模索していたが、デンマーク王国参事会は、国王不在を理由に、ハンザ同盟との同盟を拒絶する一方、新興国ネーデルランと、スレースビ公国、ホルシュタイン公国と同盟した。そのため、ハンザ同盟は、参事会に不満を持つコペンハーゲンや、 マルメイに接近していった。詳細は、クリスチャン三世への選出及び、白爵戦争を参照クリスチャン三世への選出により、デンマークにおける宗教改革は決定的なものとなった。1534年1月、ルンド大司教が、マルメイからルター派牧師を追放せよという命令に、対し、ヨーアン・コックは拒絶した。マルメイはすでにルター派の布教活動の中心となって、 いたからである。ヨーアンコックは、マルメ王選挙、マルメを統括するモーエンギュレンスチャーナを、逮捕、拘束、他の貴族も拘束、あるいは指定を人質に取るなどして、ルンド大司教に対抗した。5月には、コッペンハーゲン、マルメ、リューベックが、クリスチャン2000名目に、白羽の矢を建てた、オルデンブルク博ク,クリストファが、ホルシュタイン公国を攻撃したことから、 白爵戦争の火蓋が切られた。オルデンブルク博クリストファは、フィュン島、チェラン島といったデンマーク東部を支配下に入れた。オルデンブルク博、クリストファの動きに対し、1534年7月、宮廷長官、モーエスゴイ家は、ユラン半島の貴族、司教を召集し、参事会を開催した。三次会では、下級貴族に押し切られる形で、クリスチャンの国王即位が、 決定、8月18日には、クリスチャン三世として法戦スで国王に即位した。その後、スウェーデンやプロシア公領を巻き込み、戦火は、ユラン半島、ピュン島、シェラン島、スコーネ、ハル、ランドにまで広がった。1536年4月6日に、マメ名は降伏したものの、特権やルター派の協議を喪失することはなかった。 7月29日には長期間の包囲により、市民が飢餓で苦しんだコペンハーゲンも降伏したが、マルメイ同様の措置が取られることとなり、白尺戦争は終結した。ヨハン・ルーゲンハーゲン1536年8月6日、クリスチャン三世はコペンハーゲンに入場した。8月11日、戦争評議会を開催し、死教逮捕を決定した。翌8月12日午前4時に、 ルンド大司教、トーベン・ビル、ロスキレ、司教ヨアキき室の、リーベ司教ピームンクの三司教を逮捕し、王国顧問会議を招集、今回の逮捕劇を説明、追認させた。表向きの理由は三司教が、クリスチャン三世の即位に反対したこと、その他多くの犯罪行為をしたことであった。しかし、逮捕劇の真の狙いは、 白爵戦争で荒廃した国土の復興と財政再建のために教会が持つ司教領を没収し、王領に取り込み王権を拡大させること、ルター派の協議をデンマーク王室の支配領域に広げることであった。その後、多数の司教を逮捕、監禁していった。ついで、10月15日から30日にかけて、コッペンハーゲンで開かれた聖職者を抜きにした諸公会議で、 白爵戦争の原因が聖職者にあると断罪し、カトリック聖職者の罷免、司教料、教会料、聖職者料の没収、カトリック修道士、修道所の処遇を決定した。クリスチャン三世は1521年のボルムス帝国議会でルターの講演を聞いてルター派に改修しており、1524年には彼の領地であったハーザー・スレウ及びチュアニングで、 ルター派を導入していた。1528年には22カ条からなるハーザースレウキ役を制定し、教会法の下地を策定していた。クリスチャン3世は支配領域全土にルター派の教会組織を展開したがっていた。ハーザースレウキ役にはすでに各教区の監督を決めており、前述の逮捕劇により支配領域全域におけるルター派の監督を 任命することとなった。逮捕劇の後、クリスチャン3世は、ルターとヨハン・ブーゲンハーゲンと接触。彼らは、クリスチャン3世勝利に祝意を示した。クリスチャン3世は、ザクセン選定校、ヨハン・フリードリヒ1世に対して、フィリップ・メランヒト内しブーゲンハーゲンをデンマークに招兵することを望んだ。ものの、選定校は拒否してしまった。 ペーダー・パラディウス・クリスチャン3世は、ペーダー・パラディウス、ヨルゲン・サドリン、ハンス・タウセン、フランツ・ボーモードソンといったルター派の進学者、彼らはすべてドイツのビッテンブルク大学で進学の研究をしていたを用いて宗教改革を行った。教会法の走行を決める第1回委員会がオーデンセで開かれその後の作業はハーザースレウで行われた。この走行は、 ハーザースレウキ役、ザクセンのユトレリクトデアビジタトレン、ブーゲンハーゲン著のファンメニガーリーチシリーキンサケンを元にしている。1537年4月、完成した装甲はルターがいるビッテンブルクに送られ、その後、ザクセン選定校はブーゲンハーゲンをデンマークに派遣した。ブーゲンハーゲンは装甲を修正し、ラテン語からデンマーク語に翻訳、その後、 デンマーク王国参事会に提出した。ブーゲンハーゲンが執筆した第二版の教会法が完成し、1537年9月2日、クリスチャン3世が教会法を署名、承認した。教会法の成立により、デンマークでは旧来の司教区に代わり、7名の監督が任命された。7名の監督は、教会会議において王と会わなければならなかったし、国王は、 監督を任命する以上の理論的権威を持つことはできなかったし、一方で7名の監督は治療地や世俗の職業を持つことが許されなかった。教会法の制定にもかかわらず、クリスチャン3世はしばしば教会の事件に溶解してきた。教会法は、成人崇拝、断食、禁欲主義、カトリック由来の愚かな教義と考えられるものを全否定し、 その代わりにデンマーク語で教会での行事を行うよう、規定した。ほとんどの修道士、修道女は、フランシスコ会を除き修道院に泊まることが許された。そして、彼らの最後の一人が死んで、初めて修道院領は王領に帰属することとなった。このようにして、シェラン島では、ベーダーパラディウスが苦痛を伴う改革を進めたにも、かかわらず、デンマークでは血を流すこともなく穏便に、 宗教改革が進められた。ラテン語で書かれた、教会法のデンマーク語への翻訳は1539年に、デンマーク王国参事会に承認された。ブーゲンハーゲンは、同年、一旦デンマークから離れたものの、1542年にデンマークに戻り、教会法の承認を遅らせていたホルシュタイン公国を、訪れ、公国内の貴族に承認するよう交渉した。 1542年3月9日、ブーゲンハーゲンが、教会法を修正した後、スレース・ビホルシュタイン教会法が、地方議会で承認された。大冠式が挙行された、コッペンハーゲンの聖母教会教会法制定と、並行して、ブーゲンハーゲン・ワルター派の協議に従い、クリスチャン三世とその妻、ドロテアの大冠式を1537年8月12日に、挙行した。この日は、 クリスチャン3世34回目の誕生日であり、逮捕劇からちょうど1年経過していた。大冠式はコペンハーゲンの聖母教会で執り行われた。式では、従来のラテン語ではなく、クリスチャン3世の母国語であるドイツ語が使用され、内外にデンマークの変化と国王の権力を見せつけた。現存する最古のコペンハーゲン大学のカリキュラム、 クリスチャン三世近帝約聖書また、1537年9月9日には、ブーゲンハーゲンは、ビッテンブルク大学をモデルに、白尺戦争で休学中となっていた、コッペンハーゲン大学をルター派の大学として再興した。1550年にはデンマーク語クリスチャン三世近帝約聖書の初版が刊行された。1556年には、 ベーダー・パラディウスがルター派の競技の概説として、オルターブックを出版したが、デンマーク全土には広がらなかった。デンマーク本土と違い、ノルウェー、アイスランドへのルター派導入は遅れた。そもそも、ノルウェーではルター派の競技は広まっていなかった。ニーダーロス大司教領は、ハンザ同盟と共に反栄しており、大司教のオーラブ・エンゲルブレクツソンは、白尺戦争でもクリスチャン二世を支持し、 農民を先導し、反乱を広げようとした。しかし、白爵戦争後の即位検証でノルウェーは、デンマークの一地方に転落し、ノルウェー王国三次会廃止という決定により、エンゲルブレクツソンは、海外に逃亡した。ノルウェーには新たに監督が任命され、1539年には、デンマーク語の教会法がオスロとベルゲン、代表者会議で承認され、 上からの改革が進んだ。アイスランドでは、1538年に、教会法が送付されたが、前頭集会アルシングは、承認を拒絶したため、1540年、クリスチャン三世はアイスランドに派兵しスカウホルトの司教を逮捕した。その後、1550年に、ホーラル司教の用のオーラソンフ氏が私物化した、教会領を守るために上塞に立てこもり抵抗した、ために再度、 クリスチャン三世は派兵士不死を殺害し、アルシングに教会法を承認させることで上からの改革を進めていった。日本語文献日本語文献以外、ありがとうございます。